13ケツのコンパクトな複音ハーモニカ、ハミングメイトを紹介したいと思います。標準的な複音ハーモニカはこのぐらいの大きさなんですが、メイトはですね、このように非常にコンパクトなので、旅行やなんかにですね、とても手軽に持っていくことができます。音域はですね、低い層からソラシドレミファソラシドレミまであります。これだけ音域あればですね、割といろいろな曲を演奏することができます。例えばふるさととかですね、はい、赤トンボとか、このような曲がね、演奏することができます。あとはですね、ボディが小さいので、こうやってハンドカバービブラートなんかもですね、とてもかけやすいです。これはですね、Cメジャーのメイトなんですが、Aマイナーのメイトというのもあります。これを使うとですね、単調の曲を演奏することもできます。このようにですね、小さいけどとても楽しいハーモニカです。